確認しておきたいけど、おー細い細い、これは細いな。ここは24時間330円、ここでいいや。さあということでね、タイムスの駐車場までやってきました。タイムスの、タコジュゾー駅前パーキングって名前だけですね。まあ駅前ですね、そのまんま。でね、この辺りはね、9900円ってことですからね。まあまあ大阪ですからね、まあまあいい、ね、この値段やったらいいんちゃうかなっていう感じですね。何より、時間貸しで330円大きいですね。多分ちょっと前までこれ300円だったんでしょうね。3時間止めたら元が取れるっていうのか。元取れるってのもおかしいけど、あれですかね。別に1時間110円やったらめっちゃ安いですしね。いやーありがたいですね。ちょっと一本入るとね、こういう風にしてね、リーズナブルなね、ところもありますからね。で、もう歩いたらもう目の前に見えとるのが駅前やぞってことで、これは近いですね。いいですね。大阪、入ってきましたよ。ちなみに、言っとったタコ地蔵のお地蔵さんがあるところは、これはもう反対側にずっとちょっと歩いてたところらしいんで、まあこれもね、行けたらちょっと行きたいなと思いますんでね、気になりますもんね、タコの地蔵ってね。あっという間に、タコじゃよ。タコ焼き屋さんじゃないんや。タンなんや。そうやな。地名がタコやと全てがタコ焼き屋さんに見えますもん。これもたこ焼き屋さんに見えますもんね。これはたこ焼き屋さんか。そっかそっか。気になるな。たこ地蔵のところにあるたこ焼き屋さんとかも気になりますけどね。で、おお、結構趣やもんな。いい駅やん。たこ地蔵ですね。こんななんかステンドグラスみたいになったの。これ岸和田城かな。子供が見ています。タコさん可愛いですね。いやタコにこだわりますね。いいですね。タコ感出してくるのは好きですよ。で、難波方面じゃなくて、貝塚やからこっちやね。和歌山市方面の方行かなあかんね。駅舎が分かれとるタイプか。で、チャージしとこ。まあまあ残高残ってませんからね。 IC カードのチャージは改札内の精算機をご利用くださいってことで、ここでできやんのや。そんな分け方あんのや。でもせっかくやからじゃあここで切符買ってこか。行く場所決まってますからね。行く場所は、一つ隣なんや、貝塚駅ね。160円、安い。電車来てしまった。ということで、めっちゃすんなり着きましたね。貝塚市、大阪府貝塚市の貝塚駅ってことでね。いや、すごく助かったのが、私、上りくらい間違えとってて、言っとる前に、これが、噂の、水間鉄道さんですね。今はもう、普通の利用の時間帯ですからね。2両編成の電車がことことと、ああいい感じですね。いやいや都心部を走る養老鉄道感ありますよね。旧東急の車両というのもあると思いますけど、そうでね、先にね、南海の方の説明をしておくと、もう一駅隣だったんですね、タコ地蔵から。
で、いうことでね、実はもう、改札通したタイミングでまあまあ結構もうあかんなっていう時間にあったんですけど、社長さん開けてくださいまして、おっしゃって開けてくれたんで、私もささっと乗り込んでしまって、ね、乗り込ませていただいたんで、いやスムーズに来ましたね。でこの時間帯はそうこの駅はあれですね、貝塚は基本的にササンラピート以外が止まるのか、ですからあれですけど、そう結構普通列車抜かしたらちょっと次先が空きましたからね。いやありがたいありがたい、助かったということでですね、まだ切符も落としてませんでしたけどね、これね、タクシー道からね、せっかくですから買いましたんでね、なんかもうちょっと何回にもあれですね、貢献しないといけませんね。こんな、心優しい車掌さんがいるね、南海電鉄の素晴らしいなと、いうことでですね、さあ乗ってきましょう。あ、右に乗らなかったね、あれですけどね、よっしゃ。さあこれ改札内から移動できるのかな、1階でやらかんのかな。あ、1階でやらなかんみたいですね。あ、いや、お手洗い借りていこう。よいしょよいしょ。あれなんですね、結構早く折り返していくんですね。もう今さーっと折り返して一緒の電車ですよね、出てきましたね。さあということで、コンコースの方まで来ましたけどね。あ、ここでチャージもできるようになってますね。まあ、ここは多分駅の外でもできると思うんで、外でやっときましょうかね。今7時6分。いやー、フライングしましたね。さあ、まあいい感じでね。いい感じのお街ですよね。まあ、早速、通ってね、出てこうと思いますけど。広いな。これは、あれか。改札何回は、駅員さんの、アイコンがかわいいですよね。で、東出口の方から出るとこれで水間鉄道の方になるのか。へえー、あ、すごい。こっちいろいろ出てますね。こんな感じになっとるんや。で、こう。あ、ここはもう水間鉄道になっとるんや。あ、IC カードとかも対応してるんですね。なんかいろいろある。何、トクトク貝塚駅、貝塚市役所駅までは運賃100円なんや。あ、もうここで2枚買っといてね。どこまでな、市役所、あ、一駅隣なんや。で、普通は180円なんやけど、100円で乗れるんや。安いな、そして。こっちで買うと、180円なんや。よーからんし。パイオン取ってもできるんで。大丈夫ですよ。私。ちゃんと参加できそうですね。で、ここにいろんなイベントですが、書いてありますね。今回はね、大きく3つ、ミュージアムとかもある。これは聞いてなかったな。いろいろやってるみたいですね。じゃあここに書いてありますね。そしてですね、100円で一駅隣だったら100円で、市役所までだったら100円できるってなってますし、フリー乗車券で600円とかですかね。安いですよね。昼間割引フリー乗車券、あ、昼間のフリー乗車券だったら、で観音園毎月18日は、お
人は300円ってことは明日300円なんだ。これは使う、これ明日使うっていうのは手ですね。明日も何かしらいるはずなんで、一応駅前をぶらりとしてみましょうか。結構